エミール・ソーレはフランスのバイオリニスト、作曲家、音楽教師。8歳からバイオリンの振動ビル・トゥオーゾとしてフランスは、もちろん、イギリスやドイツ、オーストリア、イタリアで演奏活動を行い、1872年にアメリカ合衆国にデビューした。フランツリストとも共演している。 1873年から1875年まで、ベネズエラ人ピアニストのテレサカレーニョと結婚。教育者としては、テオドール・クラックのベルリン新音楽アカデミーや、ロンドンの英国王立音楽院で教鞭を取った。1903年から1906年まで、シカゴやジュネーブでも指導を行い、最終的にロンドンに定住した。100以上のバイオリン曲を作曲しており、 そこには、パガニーニのバイオリン競争曲第1番第1楽章の有名なカデンツァも含まれている。その他に、バイオリンソナタイ長長やバイオリン独奏と、還元楽のためのセレナードやバラード、スケルォ、船歌などがある。また、協定本、パルナッソスや前の海底グレーダスワードパルナッソムも、執筆した。ありがとうございます。